い、どうもこんにちは、よろしくお願いします。本日も岸田政権を叩いていきたいなと思っているんですけれども、月曜日といえば内閣支持率ですね。そうですね、ということで今回は JNN ですね、 TBS 系列なんですけれども、内閣支持率が出てるんですよ。下がったということでね、正直ホッとしています。僕はホッとしました。もうね、4月1日でしょ、今日エイプリルフールということで、4月1日絶好のスタートを切ったんじゃないかと。内閣支持率が安定の爆下げということなんですね。これさ、衆議院も参議院も一般会計予算112兆5000億円ぐらいですか、可決したわけですよね。でその後で岸田さんがすぐにね、ツイッターでこの2つのことをお約束しますみたいな賃上げのお約束をしたわけですよ。それを見てね、カチンときたんです。どういうものかというと、これ予算が通ったその夜ですよ、夜中にアップしたんですけれども、国民の皆さんへ2つの約束ということで、1つが今年物価上昇を上回る所得を必ず実現しますと。で2つ目が来年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させます。これ約束ですからね、約束したんです、目標ではないんですよ。でね、1番目の方なんですよ、今年物価上昇を上回る所得を実現って、これサラリーマンだったらまだわかるんですけど、事業主ですよね、事業主の事業所得ですよ、これ簡単に上げられるんですかと。政府がそんなことを約束していいんですかと。だってまさに市場に左右されるわけですよね。でフリーランスとか個人事業主とかはさ、サラリーでもらってるわけじゃないんですよ。サラリーでもらってるわけじゃないのにもかかわらず、簡単にこんな所得を必ず上げますよなんてね、言えるんですかね。岸田がお給料を出してるわけではないわけですよね。ここね、絶対無理だと思うんです。一番いいのは減税ですよね。減税すればさ、所得は自然と上がるわけですよ。それ以外ね、個人事業主、まあ事業主に対しての所得なんですけれども、それは減税以外ないと思うんですけれども、これどうやって実現させるんですかねと。あと2番目ですね、来年以降に物価上昇を上回る賃上げ。これはさ、大企業中心に今なんか景気のいいことを言ってますよね。 5.何%上げるとかさ、だから大企業と余力のある中企業は、まあ、賃上げするので全体的平均は上がるかもしれないんですよ。でも小規模事業所、零細事業所に関して言えばさ、周りの空気が賃上げしてるから私んとこも賃上げせんとまずいよなと。で最賃も上がってることだしということで、ね、無理して賃金を上げるんですけれども、実際にそれで儲かっていればいいけれども、きついと思うんですよね。だから来年以降物価上昇を上回る賃上げを定着させたとてですよ、事業所がじゃあ持つのかという、まあ、その分事業所に対しての助成金補助金あるんですけれどもね、まあ、この話はしませんけれども、それがね、簡単に使えるようであれば、該当するようであれば、こんなに文句は出ないと思うんです。あっても使えないからこそ、中小零細企業はね、ふざけんなよと、俺らカツカツなんだぜというふうに文句が出ると思うんですよ。まあ、こういう2つの約束を参議院の予算が通ったその日の夜中、ツイッターでね、アップしてるわけですよ。もうこれね、カチンときたわけです。でこんな感じで2つのお約束をしますなんていうもんだから、もしかするとさ、勘違いした国民が期待しちゃったんじゃない、期待しちゃうんじゃないかというふうに思ったんですが、どうやら内閣支持率、30日31日で世論調査を行った結果なんですね。もうこれ予算可決してるじゃないですか。そんな中でもしっかり下がってくれたと。だから4月もしっかりね、下がる可能性出てくるんですけど、ただ一つだけ懸念があるんです。岸田総理がアメリカ行くじゃないですか、国賓扱いでアメリカ行って、でうわ岸田さんすげえな、さすがだな、かっこいいなというふうに、これまた勘違いする国民がいたとするならば、4月下旬ですよね、おそらく20日以降の世論調査ではちょっと支持率回復するんじゃないですか。だって広島サミットの時もぐっと支持率回復したじゃないですか。あれを狙って支持率回復させるんじゃないかって、その支持率回復させた調子のまんまゴールデンウィークすっ飛ばして5月から新たな気分でみたいなことになるんじゃないかと思ってね。だからちょっとそこは心配なんですけど、出足今回の30日31日の世論調査ではしっかりと内閣支持率が下がってくれたということなんですよ。で政党支持率の話をしたいんですけれども、政党支持率正直ちょっと令和新選組落ちたんです。これ
ね、もうみんなに言おうかやめようかと思ったけど、まあ落ちたのは令和だけではなくて他のところも落ちてるわけですよ。だからいいかなというふうに道連れでいいかなと思って。でね、今回の政党支持率後でご覧いただけますけれど、支持政党なしが結構50何パーセントぐらいあったんですよね。だから支持政党なしが多い時は野党が強いという、まあなんていうんですか、伊達の法則みたいなもの、6割ぐらいが当たるというね6割ぐらいが当たるという伊達の法則があるんです。あの無党派層が多い時野党が強いみたいな感じだったんですが、今回ね50何パーセント無党派なんですけれども、支持政党なしですよね。そんな中でもね、野党が伸び悩んでるし、逆に野党が支持率を下げて自民党が支持率を上げてるんですよ。この辺がねちょっと不安なんですよ。それも含めてね、こちらの記事から皆さんに紹介したいと思います。これは JNN TBS 系列ですね。タイトルが岸田内閣の支持率 22.8%、 6ヶ月連続で過去最低を更新したということです。で、不支持も上がってますよということなんですよ。冒頭部分です。岸田内閣の支持率が政権発足後過去最低だった前回の調査からさらに 0.1 ポイント大幅に下落して 22.8% だっただと。そして不支持が前回の調査から 0.6 ポイント上昇したと、大きく上昇ですね。 75% になった、過去最高になりましたということで、この内閣支持率自体を見るとねちょっと安心するんですが、だからねやっぱり岸田が相当嫌われているようですね。だって自民党の政党支持率はちょっと上がってるわけですから。で、自民党派閥の裏金事件をめぐり、先週新たに聞き取りが行われた安倍派4人の処分について、党の8つの処分のうち最も重い除名や次に重い離党勧告といった厳しい処分が必要と答えた人が 61% もいるということなんですよ。 61% の人がやっぱ除名とかね離党勧告ですよ。だから議員の資格はねお前にはと思ってる声があるということですよね。もうその通りだと思うんです。で、必要だと思わないが 26% なんで、まあこの人たちはね悪人だとしても支持者がいるわけですよね。あとゴリゴリの盲目で自民党を応援しているような人たちがいるので 26% というのは仕方ないんですけれども、 60% を超えるんですよ。除名とか離党勧告とか、それが妥当だというふうに答えてるんですが、どうなるんですかね。そして下の方ですね、岸田派の元会計責任者が政治資金規正法違反で略式起訴され有罪が確定していますが、岸田総理自身も処分を受けるべきかどうか聞いたところ、受けるべきと答えたのが 62%、 受けるべきではないが 23% なんです。これね、国会でも言ってたんですけれども、総理自身が処分を受けたことって過去にあるんですかと。今までね総理は処分を受けたこと一度もないんだって、過去の総理も含めてね。だから今回処分を受けるということはさ、憲政史上始まって処分を受ける総理大臣みたいなことになると思うんですよ。だから国民は受けるべきなんじゃないんですかと。だってあなたは他の人もね重い処分を課そうとしてるんでしょと。自分の会計責任者がね有罪が確定しているのに自分は責任取らないんですかというふうに見ている人が多いということですね。で、続いては次の衆議院選挙ですね。立憲民主党などによる政権交代を望むという声が 42% あったと。いいことですよね。自公政権の継続を望むと答えた人よりもかなり多かったということなんですよ。 32% なので 42% だから 10% ぐらい多いということですよね。これ政権交代してくれよという声が4割近くあるんですよ。これ立憲民主党頑張らないといけないんじゃないんですか。まあ野党全体に言えることなんですけど、まずは立憲民主党が一生懸命頑張っていただいて、まさかまさかの議席を減らすようなことがないようにさ、やっていただかないと未来永劫政権交代厳しいですよ。令和新選組がねどん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 議席を伸ばしてくれればいいですけれども、これねそんな簡単に伸ばせるようなものでもないし、選挙って4年に1回でしょ。で6年に1回で、参議院選挙は3年に1回ずつなので、そんな簡単にね来年議席3倍みたいなことにはならないわけですよね。だから簡単にはいかないので、立憲民主党にはね今野党第一党ということで頑張っていただいて、こうやって政権交代した方がいいんじゃね、自民党もダメなんじゃねというふうに思ってる方が増えてるということなんですよね。その期待に応えうる国会質疑をねぜひ野党の皆さんには頑張っていただきたいなと。そして政党支持率ですね、これはおなじみツイッターハルさんですね。 JNN の世論調査の政党支持率です。無党派層が 52.9% いるんですよね。多いんですよ。こういう場合って野党強いんですけど、今回ちょっと微妙です。で、自民党が 25% でちょっと上げてるんですよ。で、立憲下げてるんですよね 1%。 ここ頑張らんといかんとこなんですけどね。
ね。で維新 4.3、 共産が 2.8、 公明 2.1、 参政党が 0.8。 参政党一気に伸ばしたね。何をしたんですか参政党は。あと令和新選組が 0.8 で前回よりもマイナス 0.5 ポイントダウンですね。で国民民主党が 0.7 マイナス、前回よりもマイナス 0.7 ポイントダウンということなんですけれども、令和が結構落としましたね。まあこういう時もありますよ。上がったり下がったりしながら全体のトレンドは、政党支持率も比例投票先も上がってますので、まあ心配いらないとは思うんです。まあ誤差の範囲とかね、想定の範囲内だと思うんですが、やっぱりマイナスがつく数字は見たくないなと。でも参政党の 0.7 プラスって何ですかね。なんか国会でいいこと言ったのかな神谷さんが。ちょっと僕は分かんないんですけれども、参政党がここに来てぐっと伸ばしましたよということです。はい、ということで今回は月曜日、内閣支持率と政党支持率ですね。内閣支持率はまあ安定して、支持は下がる、不支持は上がるということで、岸田内閣自体は嫌われてるんじゃないかなと、ね、まあ、そういう数字ですよね。でも自民党自体は数字ちょっと盛り返してますからね。これがもしさ、処分がうまくいって、よし、これで納得だみたいな国民が思ってしまうと回復傾向に行くと思うんですが、まあ除名はしないでしょう。せいぜい離党勧告なんじゃないのかなというふうにも思うし、さっき言ったように4月の中旬ぐらいですか、20日ぐらいですかね、国賓扱いでアメリカ行ってさ、なんか鼻伸ばして尻尾振って帰ってきて支持率上げようみたいな、まあそういう計算なのかもしれませんけれども、まあとにかくね、支持率4月第一発目ですよね、下がったということは良かったかなというふうに思っています。ということで本日は以上になります。ありがとうございました。